長お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ここを、初め4にしてたんだよね、はい、4号艇の秋山選手にしてたんですけど、はいはい、本番直前で運野選手が前のレースで1位になってたっていうので、うん、ちょっと乗ってるんじゃないかと思いまして、うん、この判断ですね。あ、素晴らしい、はい、しれーと変えたからね、本当にしれーのだと、はい、秋山くんを変えたからね。そうです、秋山いいね。前回秋山さんの触れなさいよ少し。おお、少し触れなさいよ。誰ってね、何回かゲスト呼んでもらってるでしょうよ。馴染んでた、普通に普通にも聞いちゃってましたよ。俺ハゲたね。ハゲてないわ、今日剃りたてなの。今日は何のあれ、これから6時から生放送。あ、今日の若松 の、はい、さすが。ちょっと急レースから予想しますんで。え、一人で？一人じゃないですよ、ゲストもいますよ、ちゃんと。誰ゲスト？松岡の松田さんです。誰その人？知ってるでしょ。今知ってるって顔してましたよね。なんでこっちにも出ないの？はい、ついでついでで、ね、いや、本当に呼ばれたかったんですよ。だからこの時間から待機してるんですよ。行ったらまだ入るなって言われたからこっちで待ってたんですよ。あ、初めまして。ボートレースの番組でまた一緒に、はい、本当に、はい、そうなんです。最近もボートレースすごくお世話になってまして。そうです。ボートレースでよく共演します。共演するんです、はい、いやでもちゃんと当たったんですけどね。そうですよ、本当に。やっぱりね、メジカラクターですから。そりゃそうです、当てていただかないと。そりゃダメですよね、はい、なんですか皆さんのその冷ややかな目は。なんかさ、なんか普段着チンピラみたいだね。チンピラとは何ですか。分かれ、分かれ、いいですね。なんかこの、なんとも言えないこのなんかうんこ色つんすかこれ。なんかうんこ色の服もお似合いですね。 何色でも似合うでしょ。似合う、さすが分かれ、やっぱり違う。うん、太鼓持ちは違うでしょ。ねえ、さすがです。すごいね、うんこ色って太鼓持ちで言うってすごいですね。この懐の深さですよ。それはもうサンバファミリーの困るわ、うん、ね、もういい。あ、いや、もう大丈夫です。あれね。あれです、あれです。じゃあ生頑張って。わかる、それ飲んでてください。行きますんで。じゃあね。はい、それじゃ失礼します。じゃあ夜生放送皆さん見てください。失礼します。オーシャンカップね、はい、よろしくお願いします。いや普通に出ちゃうんですね。見てあの後ろ姿、チンピラだよ。そう、そうなんです。で、はい、さあこのオーシャンカップ、はい、明日、いよいよ特賞もありますけども、はい、先ほどおっしゃったあの若村の若松ね、はい、若松おすすめが焼き鳥、はい、焼き鳥の確か田舎だったと思うんですけど、あのちょっと距離、店の名前が田舎、田舎だったと思うんですけど、距離は結構あるんですけども、リーズナブルですごく美味しい焼き鳥が、あと北九州の方まで足を、うん、伸ばしては小倉まで足を伸ばしていただければ、うん、無法松っていうラーメンですね。お、無添加なんですけれどもすごい味が決まったラーメン、あとは陳龍軒っていうラーメン出てきますね。、はい、すごいですね。ありますんでいろいろ。あと丸甘えっていう屋台のおでん。いいですね。地元ですから本当に。いいですね、はい、最高です。ぜひ皆さんね、はい、どうせ行ったからには ね、 そうですね、名物を食べて、はい、普通に僕は明日いるかもしれない。レース終わりに小倉にいるんで、はい、いますんでよろしくお願いします。そういう楽しみもしないとね、はい、ぜひね、明日でお近くの方お出かけください、はい、さあ今日ひかるちゃん残念でしたけど、はい、いかがでしたか、ね、モーター結構大重要だなっていうのは、まあ、ちょっとね、データ見てみるとね、1位だったんで、やっぱりだからモーターも考えつつこれからもちょっといろいろと、うん、考えに行きたいなと思います予想で、うん、なんか大体分かってきたんですけど、ひかるちゃんってあんまり心がないね。ちょっとそうですね。もしかして夏川淳さんのもう後釜というか、そういうポジションなんですね。同じ事務所ですか。違います。年もごまかせるパターンです。そうですね。ひかるちゃん何歳だっけ。25になりました。25ってことはもう29ですね。やばいやばい。話題で分かりますよね、曲とか聴いてた曲とかで夏川淳ちゃんもおかしいなと思ったんですよ。同じぐらいの感じだなと思ったらまんまとね、差し押してましたから、ね、じゃあ聴いてみますか、はい、ひかるちゃん学生の時に流行ってた曲は何ですか。エグザイルですかね。あー、まあそうですね。高校の時はみんなエグザイル大好きで CD1 枚も持ってないんですけど、うん、歌えるようにまだ行きましたね。遊んでましたね。ティアモみたいな。あ、もうクラブ通いですよ。言ってますか。やっぱりね、分かりました、はい、今回次回からそのように扱います。という
というわけで今回のトップ賞、はい、お見事ママちゃん、ありがとうございました。